あおり運転により、東名高速道路で夫婦が死亡した事故をめぐり、ネット上で嘘の情報を広めたとして、名誉毀損の罪で強制起訴された男性が先週、死亡していたことがわかりました。自殺とみられています。死亡したのは、春日市の無職の男性です。起訴状によりますと、男性は2017年、東名高速道路であおり運転を受けた夫婦が死亡した事故をめぐり、 逮捕された男が北九州市の建設会社に勤務しているというデマをネット上に書き込み会社の名誉を傷つけたとされています男性は在宅のまま去年10月に強制起訴されましたが警察などによりますと今月22日に死亡しました後半の期日について裁判所と調整していた最中で自殺と見られるということです 今回の名誉毀損事件では別の被告の男が先月、罰金30万円の判決を受けましたが不服として控訴しています。